2017年のボートレースクラスのお盆レースは少し早い開催、波乱も多く、昨日の準優勝戦も一筋縄ではいきませんでした。それだけに優勝戦は話題満載のメンバーとなりました。6日間シリーズモーニングレース朝ロケ唐津佐賀新聞社杯お盆特選、さあいよいよ優勝戦の開始、誰が優勝を手にするのでしょうか。気になるコース取りですが、本番でも5号艇の深川慎二がいち早くホーム側へ先を向けてイン1コースに座りました。船券こそ外していませんが、エンジン出しには大変苦労の一節感、西の横綱深川慎二がイン1コース、そして今2コースに入ってくるのか4号艇の渡辺慎太郎、唐津は6月のマスターズに続き連覇を、そして前節福岡のマスターズに続き今年4回目の優勝を目指します。その5番と4番の間から今1号艇のミーショです。整備職人ミーショ高春がまたまた最後は節位置に仕上げてきました。514とスロー勢、そして3艇引っ張りました。2号艇の百武翔、2節前の7月桐生でデビュー、初輸出、2回目の輸出です。5コースは3号艇の北岡敦史、昨日は前半レースは2カードにしまして、そして準優勝戦は6コースからまくり出しを決め怖い存在です。大外6コースは唯一の福岡勢、6号艇の木下大輔、進入体系はインコースから5番1番4番2番3番6番の並びです。スタートしました優勝戦の第12レース、さあセンター勢出ていくのが2号艇の百武翔です。さあ石1幕の攻防は1号艇のミーショが2コースからまくる、2号艇の百武も外を握る、5号艇の深川慎二くるいと回っていくところは3号艇の北岡差していきましたが、1番と5番の争いになっていきそうです。スタートは前提正常でした。5号艇の深川残しています、そして1号艇のミーショがまくってアウト、そしてさらに3号艇の北岡追走、1周2幕は5号艇の深川トップで回って、続いて1号艇のミーショが握って回るも先頭には届きません。くるっと回った3号艇の北岡、1番と3番が2番手争い、先頭は振り切った5号艇の深川慎二、そして2番手争いが3号艇1号艇、レースは2周目に入っています。2周1マークトップ5号艇の深川、続いて2番手ですが3号艇の北岡の外をまくる1号艇のミーショ、3番と1番ですがちょっと船が上向いた、1号艇のミーショは3番手に交代してきました。2番手は3号艇の北岡となり、上位の体型は5番3番1番です。2周2マーク5号艇の深川慎二、続いて3号艇の北岡敦史2番手をキープ、3番手近寄ってきましたが1号艇のミーショまた流れて3番手、体型は変わらずに531、レースはこれから最終周回、後方水が空き、6号艇の木下と2号艇の百武並んで最後方に4号艇の渡辺慎太郎、さあ最後のバック側5号艇の深川慎二、深い進入も何のそのです。今節はどんなに調整を重ねても良くなる瞬間はなく大変苦労しました。それでもオールレンガ並みとはさすがです。さあ最後は初白星で西の横綱深川慎二がシリーズを優勝で収めていくことになりそうです。今年2回目、通算79回目、唐津は22回目の優勝に向かいます。5号艇の深川慎二ラストコーナー、続いて3号艇の北岡、3番手が1号艇のミーショと折り返し、優勝戦第12レース間もなくゴールです。先頭5番深川優勝のゴール、3番北岡ゴール、1番ミーショゴール、2番百武、4番渡辺ゴール、ラストで6番木下ゴールインです。